ここミスマッチ、バランスキー、バランスキーに三井、バランスキーに三井、東海第三高校、お互いにフェードウェイで打ってきた、ザック・バランスキー決めました。なのでバランスキー空いた、スリーが来ました。あーっと奪いました、コベセ、安藤、あーっ押し込みました。第1クォーターに続いてちょっと迷いました。平尾です、スイッチして安藤へ、ザックバランスキー、カッティング、お坂部、はい、今のよく見てましたよね。バランスキーからサイゼのパス乱れました。辻永ドライブ、ボールこぼします。バランスキーのスリー決まりました。さあそしてザック・バランスキー、ここは久保田を押し込んで、ザックエンドワン。サイズのミスマッチ、2番のアメタニ、スミス、アメタニが中に入ってブロック、ザック・バランスキー残り 6.5 秒、空いている、ね、ザック・バランスキー、はい、これを決めました。これも意図狙ってね。おー、いいですね、富岡選手。外から杉本、タフショットになった。いやー、リバウンド、ザック・バランスキー。ザック選手、素晴らしい。飛び込んでいきました。あー、外空きましたよ。そして自分でスリーポイント決めた、うん、あー、安藤選手にやっぱりフリーで打たせたくないと思いますので、はい、そこはしっかり守ってきて。バランスキー決めた、バスケットカウント。あ、ピック そのプレーが多いので、ええ、もうこれは徹底していくんでしょうね。ここはスイッチした、バランスキーダンク。こちらコブスもよく見ていました。今オフボールカットから、いや、見ようとした振りからもう一回戻ってきましたからね。 U ターンしましたね、はい、U ターンしました、スリードの U ターンショット、あーただ大きなダンク、おっとザックへ、あー、おらべ、おー、ただ今かなりすごいシュートですね。すごいですね、これね、これが歩いてしまって、このファールもなかったということで、これがなんと決まって、素晴らしいですね。場内ルーニーは今日3分の3、素晴らしいですよね。逆サイド通っています、バランスキー、バランスキー、このフィニッシュはオープンになりました。リバウンド、粘る、粘ってますね、いいですね。そしてバランスキーのスリーが来ました、セカンドチャンスからのスリーポイント、これは大きなポイント。それでももう一度セカンドチャンス後ろから取って、はい、いや、オープンのバランスキー選手見つけましたね。オフェンスリバウンド、今日は少し時間を使うことも考えていく、そうですね、残り3分台になってきた第4クォーターです。いや、見事なパスがつながりました。いいバックカットですね。今ファールをもし起こってもいいように、はい、プレッシャーかけます、追い込む、最後東京しかし、バランスキー選手、これを見せました。レギュラーシーズンなかなかメンバーが揃わない中でも、アルバルクのカルチャーを伝え続けてきたザック・バランスキーが、おー、チルザック・バランスキー狙っていました、ザック・バランスキー、やったー、掴んでザック・バランスキー、ジャック、カートのスクリーン、ジャック、フリースローラインジャンパー、いいですよね、ここまでやはりいけますよね、はい。